はい、こんにちは。バック大好きおじさんです。今回も前回に引き続きまして、ロシアのバックブランドです、なんて読むか問題ありますけれども、マーマンスクもしくはムルマンスクというところのバッグご紹介したいと思います。前回はメッセンジャーバッグだったんですけれども、今回はリュックです。ただしそのギミックが非常に面白いものになっていますので紹介していきます。今回4つのバッグがセットになった商品です。エアフリップポップアップバッグエブリシングインサイドというもので、リュックだけのもあるんですけれども、今回ねこのように4つの商品が揃いますとその威力をね発揮するというものですので紹介していきたいと思います。まずメインです。もういきなりメインいきましょう。こちらがメインです。メインと思うかもしれませんけれども、まずこの袋が、トートバッグというもので、まあ、非常にね軽いバッグなんですけれども、小さいですね。このようなバッグなんですけれども、このようにロゴが入ってます。そして横にはカラビナがついていまして、まあ、ぶら下げられるようなバッグです。このように後ろは何もありません。そして黄色いジッパーの取っ手が特徴的ですよね。でこれ何がメインかと言いますと、この中に入っているものがメインですね。では開けてみたいと思います。このようにジッパー開けますと、じゃーんと何か出てきましたね。いきますよ、ボーン。はい、このようにリュックが入っております。だいぶシワクチャになってますけれども、こちらリュックです。リュック後ろ見ますと、はい、このようにですね、見てください。しっかりとショルダーベルトがありまして、リュックスタイルになっています。そしてこれねフレームがあるんですよ。このように楕円形をしたフレームが中に、フレームというかねワイヤーが、収まっていまして、それでこのように形が整えられているというリュックです。そしてこのリュックは非常に薄くて軽くて、そして強度、防水性もあります。表面にはこのようにねアクセス性のいいポケットがあります。ここにデジカメとかねお財布とかすぐ取り出すものを入れておきます。そしてメイン部分ですけれども、ガバッと開けますと、こんな感じでねドーンと、どうでしょうか、収納部分があります。先ほどのバッグに入っているとは思えないぐらいね、非常にしっかりとした大きさ持った軽量なリュックが入っています。どうしてそんな機構ができるかと言いますと、これワイヤーがね先ほど入っているとお伝えしましたけれども、いわゆるね、わかりますかね、車のサンシェード、よくこういった機構ありますよね。ねじってこんな感じで、コンパクトに折りたたんで、そして袋にしまうと、そういった機構ですので、こんな感じでねねじって、ちょっとねこのねじって収納するのがコツがいって、ちょっとね最初分かりにくいというか、あれどうだっけなっていうのちょっと悩むんですけども、未だに悩んでますけれども、ねじって収める、ここがねしっかりとした解説がないので、ちょっとね手探りなんですけれども、ねじってね、まあこんな感じで丸く収めて、先ほどのリュックがこんな感じで収まります。もう一度開けましてボンと広げますね。このように最近のエコバッグの風潮じゃないですけど、こういったものをカバンに入れておくと、リュックをねカバンに入れられますので非常に便利かと思います。そしてまた面白いのが、この今入れていたトートバッグですよね。こちらもさらに活用することができまして、先ほど中のメインの部分お見せしましたけれども、この上にねこんな留め具というかねボタンがあるんですよ。これで何ができるかと言いますと、ここをボタン開けまして、よいしょ、先ほどの、はい、ポーチを引っ掛けまして、また閉じます。引っ掛けまして、また閉じますと、どうでしょうか、このようにバックインバッグとして使うことができます。収納部分がこのように一つの部屋しかありませんので、中ねごちゃっとなってしまうのを、こういったこれが入っていたケースを引っ掛けることで、このように上の方にポーチをつけることができますので、
これもなかなか便利な機構ですね。お財布とか小物類ね、ここに入れておけばこの中にごちゃごちゃになることはありませんので、まあ、普段のお買い物、そしてどっかねお出かけ、アウトドア行く時もこういったリュックに1個あるといいんじゃないでしょうか。出張の時の他の場合でもお土産持って帰りたい場合はこういった軽量なリュックタイプいいんじゃないかなと思います。これなかなか考えられてますね。ただ、背中の部分はもう何もクッションもありません。ペラペラですので、長時間のしっかりとしたお出かけであったり観光、そしてあとは重いものをね入れたりするっていうのは向かないかなと思いますので、まあ、あくまでライトにねちょっと、まあ、ハイキングというか、ちょっとしたなんでしょうね、ウォーキングとか、まあ、そういったあたり、ちょっとお弁当とか水筒とか入れる、まあ、お土産程度を入れる、まあ、お買い物、購入したものスーパーとかで買ったものを入れる、まあ、そのあたりのものだったら大丈夫かと思います。というのがこちらがエアーフリップというリュックと中のトートバッグという組み合わせです。そしてさらにですね、こちらです。こちら先ほどよりも少し大きめのバッグですけれども、まあ、いわゆるこれはねサコッシュっていうみたいなものですね。このように本当にね紐がついて、あとはフロント部分にこの1個だけボタンがついたポケットがあって、そしてメインの部分はもう中はね特に仕切りとかあるわけじゃなくて、本当に薄いナイロン材でできたペラペラなバッグです。ですので、まあ、海外旅行とか行くときにね貴重品をこういったところに入れて、コートとかジャケットの内側に、入れておくと、肩掛けしてね入れておくと、そしてここはね折りたたんでこんな感じで持ち運べるというようなメリットがあります。これも先ほどのバッグの取っ手の部分に引っ掛けておきますと、まあ、このようにもう少し大きめのインナーバッグとしても使えますし、そしてお出かけするときにこれだけ外してね外出ていくということもできるという、こちらがクロスボディバッグというような商品です。そして最後ちょっとねビジネス的に使いたいという方、また書類とかもう少し小物があるという方は、このスマートオーガナイゼーションといういわゆるバックインバッグに近い形ですね。このようなちょっとね何でしょうね板が入ってまして、そこに、このように小物類入るようなポケットがあります。下はメッシュになってましてジッパーついてますので、まあこういった散らばりやすい小物とかを入れたりですね、そして、ここには伸縮性、これねこのように伸びるポケットになってますので、まあスマホとか小物類いろいろ入れたりすることができます。こちらのポケットがあります。そして上の部分には、この下まで入る、スリットがありますので、まあ、ここには例えばノートとかこのように iPad 11インチがすっぽりと入りますので、こんな感じで小物類を入れることが可能です。そしてさらに先ほどのリュックに、このスマートオーガナイゼーションを入れまして、上の部分を止めます。このような感じですね。どうでしょう。そうしますと見てください、このようにリュックの背中の部分にこのスマートオーガナイゼーションが、はい、ぶら下がりまして、ちゃんとしたリュックになりましたね。ちゃんとしたリュックって言い方おかしいですけれども、しっかりとタブレットとか小物類まで入れられる、かつまだまだ余裕がここにありますので、洋服とか、水筒とかねいろいろこの辺りも入れられるというところで、アウトドアだけでなくちょっとしたねビジネス的な用途にもバッチリ対応できるセットになっているかなと思います。いやなかなかアイデアですね。本当に拡張性を持たせるという観点と、このようにワイヤーを入れてサンシェードのようにくるっと回してコンパクトにトートバッグに収納するという観点が非常に斬新だと思います。では最後これ背負ってみてどんな感じっていうのをお伝えして、まあ、いつもの通りね終わりたいと思います。ちょっとね難点としましては、これシワがやっぱ気になりませんかね。シワ、これ私のしまい方、収納の仕方が雑な点もあると思いますけれども、ちょっとねシワが目立っちゃいますので、これは使っていくうちに伸びるのかな。うん、まあ、先ほどよりも若干伸びてきた感じはありますので、この辺りは背負って使っていれば気にならなくなるレベルまでいくのかもしれません。ということで今回はマーマンスク、ムルマンスクのフリップバッグご紹介いたしました。気になる方チェックしてみてはいかがでしょうか。これはねまだ日本では誰もレビューしてないかなと思いますので、気になる方チェックしてみてください。今回も見てくださりどうもありがとうございます。はい、こちらが先ほどのフリップバッグに
スマートオーガナイゼーション入れた状態ですので、非常に薄くて軽くてね、かつ頑丈で防水性もあるというところで、どうでしょうか。このような感じで、いや非常に今ねそんなに入ってませんので薄いですけれども、容量結構入りそうですね。このような感じです。どうでしょうか。なんか形としてはね非常にシンプルでいいですよね。どう見えてますでしょうか。背負った感じ、背負い心地めちゃ悪いのかなと思ったんですけれども、意外に何でしょうね、このフレームがあることによってしっかりとした感じはやっぱりあります。あとスマートオーガナイゼーションが板になっているので、その点もあるのかもしれません。こんな感じです。なかなか面白いギミックのバッグになっているかと思います。そしてこのサコッシュというかボディバッグを背負いますと、はい、このようにペラペラで薄いバッグですので、この上にジャケットを羽織ればほぼ目立たなくなります。ちょっと長さがね微妙に長い、もう少しだけこのぐらいになるとちょうどいいかなと思うんですけれども、どうでしょうか、まあ、サコッシュ的に使えるかなというところです。バッグと、はい、このようにボディバッグですね。ということで今回はこちらマーマンスク、ムルマンスクの非常に面白いギミックを持ったフリップバッグというリュック、折りたたみできる、コンパクトに収納できるリュックご紹介いたしました。なかなかリュックコンパクトに畳んで持ち運びたいなと思っている方、検討のね一つにしてみてはいかがでしょうか。海外からのサイトの購入になりますので、そのあたりはご注意いただければと思います。ということで今回もご視聴いただきありがとうございます。